はい、皆さんこんにちは、落ち葉です。よろしくお願いします。今回はこちらの配信やっていきたいと思います。はい、こちらはですね、任天堂スイッチで発売されたゲームとなっているんですけども、なんかね、任天堂スイッチの限界に挑戦したゲームということで、まあホラーなんですけどね、あの別の要素もねあるみたいなんで、ちょっと今回実況プレイ撮っていきたいと思います。ちなみに私落ち葉、ホラーゲーム初の実況プレイとなりますので、まあもともとねホラーゲームはあんまり得意ではないんですけど、頑張ってやっていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきたいと思います。ニューゲーム、いやー、ワクワクしますね。ほう、イザナミ、すごい形してますね。もう窓ガラス割れてるところからして完全に廃墟ですね。ラブホってことか、なるほど。いやー、昔よくあるパターンだよねそれって。最近はそんなにないと思うんだけど、どうなんだろう。私あんまり外の事情が詳しくないんでね。まあそういうことにもなるよね。大人の輝きが。まあなくもない話ですよね。ほう、で結局壊されずか。このホテルに足を踏み入れた解体業者にはなぜか必ず不幸が訪れた。ホラーゲームあるあるですね。夜な夜な誰かに襲われたもの、精神闇病床に伏せた。その結果、このホテルイザナミは現在もまだその姿をこの世に残している。一説によれば今もオーナーの霊がホテルをさまよっており、立ち入ろうとする者を見そして殺してしまうらしい。このホテルの噂の一つに、3階の部屋に現れる幽霊とはもしかしてこのオーナーだったりしないだろうか。そして今日我々はその噂を証明するために廃墟となったホテルに足を踏み入れた。やめといた方がいいって女の子が。この動画を見ている方にお断りしておきたい。もしあなたの身に何が起こっても我々は一切保証しない。保証してくださいよ。この動画を再生しているあなたの後ろに今も誰かの足音が。あ、ダメだ、笑っちゃった。笑うんでね。ということでみんな、こんなな、こんなな。7だよ。いい挨拶じゃねえか。ナナチャンネルのナナちゃんね。私のナレーションどうだったかな。みんな怖くなっちゃった。でも結構うまいよね。ああ、怖かったからってチャンネル解除しないでね。解除します。嘘です。ナナ一人は寂しいよなんてね。わあ、狙ってるな。さて改めて今日はあんまり狙いすました子はね、私たちの地元でよろしくないよ。ホテルとして名高い廃墟ホテルイザナミに来ています。地元では割と有名なんだけど、ここについての噂は本当に怖いものばかり。
夜な夜な3階の部屋から白い幽霊が手を振ってるとか、その部屋に飾られてる人形が動き出すとか。まあ廃墟あるあるですよね。通ってないはずなのに蛍光灯がチカチカ点灯するとか。他にもここを訪れた人は数日以内に不幸な事故に遭うとかとか。表情が一気に変わったな。上げ始めたらそれこそキリがないんだけど、とにかく怖い噂が絶えない場所なの。ちなみに一番有名な噂は、ホテルの前を歩いていると3階の窓から霊が手招きしてくるって話なんだけど。よく見てるよねその人たちも。今日はなんと実際にその部屋まで行ってみようと思います。わー頑張れ。果たして本当に幽霊はいるのか、調査してみんなにお届けするからね、お見逃しなく。なるほど。ああちなみにこの動画は全てやらせなしの一発勝負。何かが起きても起きなくても怒らないでね。はーい。それじゃあ早速この廃墟を探索していきたいと思います。途中で怖くなってナノを一人にしたら呪っちゃうぞなんて。もう廃墟の前でそんなこと言っちゃダメだよ。お、3人組なんですね。ここから廃墟の中に入っていこうと思います。やっぱり外から見た時より真っ暗で怖いね。いや配信者っぽくていいですね。とりあえず噂の真相を確かめるべく、早速だけど3階を目指したいと思います。早いな、普通1階2階って調べてから3階行くんじゃないの。一人だけ別行動してるけど大丈夫？ああ来た来た、大丈夫か。生駒美代さんかな。ある場所だね。白石あずささん。いやなかなかにセクシーな服装ですね。あずさちゃん、そうだね。みおちゃんは結構純粋で怖がりな感じかな。であずさちゃんは結構気が強い感じか。ミオもしかしておちょくってるね。違うよ、びっくりしちゃっただけだよ。まあ普通怖いよねこういうところ。そう？ちょっと二人とも喋ってないでこっちに集中してよ。気を抜いてたらカメラ回すの遅れちゃうわよ。ごめんナナちゃん。まあね、幽霊探すの本当一発勝負だからね。いつもより表情固くない？そんなことないと思うけど。おや？これはもしかし硬いわよ。ね、もしかして怖いとか？そうそう、それそれ。それはないわ。ずいぶん冷めてるわね。逆になんだか怪しい。ねえ、思うよね。ないってば。うん、釣れないな。なんてね。強い賢い美人のあずさに怖いものなんてなさそうだもんね。でも意外とそういう人に限って怖がりだからね。けどただでさえ顔に出づらいタイプなんだからちゃんとリアクションしてよね。後であずさも映るんだから。あ、ずっと一人じゃないんだそこは。さすがに分かった、気をつける。よし、じゃあ二人とも改めてしっかり撮影お願いね。今回こそ動画バズらせて登録者数ズバッと稼ぐわよ。おお、いい意気込みだ。ちなみに登録者数何人なんだろう。なんだか今日は特に張り切ってるね、ナナちゃん。そうだね、あれは何かあったかな。ふふふ、よく気づいたわね。そう、昨夜から私は冴えているの。地獄耳なのね。聞こえてた。私気づいちゃったのよ。こんな都心に近いわけでもない、情報も遅いど田舎の人間は
何をしたところで所詮中堅止まりってことに。ほう。撮影スポットや名所もなく、最寄りのショッピングセンターは車で1時間。これじゃあトレンドを生み出すストリーマーになんていつまで経っても慣れっこないわ。そうでもないと思うけどね。結構いろんなね方法でトレンドを生み出すストリーマーさんいらっしゃいますからね。そんな、いや、動画はアイディア次第でしょう。そうだよ。そうよ、アイディアよ。だからピンとひらめいたの。このど田舎を逆手に取った誰も知らないスポットを紹介すればバズるんじゃないかなって。安易かな。考えようと思えば考える人もいるけどね。それでこの廃墟探索なのね。その通り。探索系と廃墟系はやっぱ一定層の需要があるしね。しかも女の子だけでやっている配信者は意外と少ない。まあ少ないというか、女の子はこういうの嫌いだからね。基本的には進んでやりますっていう子は普通いないでしょ。どう？需要あると思わない？なるほどね。突然こんな場所で撮影するから来いって言われてびっくりしたけど。あずさちゃん、連絡来た時すごい渋い顔してたもんね。やっぱり怖いんかな。とにかく爆発的に登録者数を伸ばすためにもきっかけとなる動画が一本欲しいの。まあでもそれは大切なことですよね。この廃墟探索を絶対それにしてやるんだから。頑張って。そして目指せチャンネル登録者数100万人。大きい夢だな。今何人なの？まだ1万ちょっとしかいないのに。うっ、まあそれでも1万人いるのか。まあでもこれはね、まあこの3人のね頑張りが現れているってことですから。まあ私のね1000倍登録者数いることは全然気にしてないんでね。まあこの3人には頑張ってもらいたいと思います。うるさいわね。夢は大きい方がいいの。一回バズればあとは右肩上がりで伸びるんだから。でも、もし今日何も起きなかったら？大丈夫よ。こんだけ廃墟感醸し出してる場所だよ。幽霊の1匹や2匹、絶対いるわ。よく聞くな、その言葉は。ほら、こうしてる今にも、あずさの後ろに。突然何よ。あ、もう何なの？あずさノリ悪い。反応しづらいよ。まさかすでに幽霊が乗り移って。なあ、なあ、な、何を？やるなら真面目にやりなさい。わかったわよ。まあしっかりしてますね。ビシッと廃墟を探索してる感のある絵を収めてくれればいいだけだから。ついでにちょっとビビってる私たちの姿なんかもあれば廃墟探索の素材としては完璧よ。ちゃんと映るかな。今日はいつものカメラじゃなくてスマホ撮影だし。こういうところはちゃんとカメラ用意しないと。突然の呼び出しだったしね。あー、まあそっか、それは仕方ないよね。大丈夫だって。それにいつものカメラ予算不足でまだライトついてないし。しかも、もしも本当に幽霊がいて襲われたら、撮影してる私とあずさちゃん、逃げられないんじゃ。すんごいフラグ臭がビンビンと。それは大丈夫よ。危なくなったら、あずさがお得意の格闘技で倒してくれるわ。物理攻撃。動画を見るのが好きなだけで得意ってわけじゃ。だいたい、幽霊に格闘技なんて通用すると思う？ポケモンだったらね、レンズがあれば当たるんですけども。格闘技って気持ちが大事なんじゃないの？幽霊と戦うことは想定してないと思う。じゃあお経を唱えるとか。唱えられるの？もちろん無理よ。自信満々に言うんじゃねえ。え、
ていないわ。まあこの年頃だったらね、そんなに覚えてる人もいないでしょ。とにかく幽霊とかそんなの出てから考えればいいのよ。早く奥に進みましょう。どれだか稼がなきゃ。そうだ、ね、顔ロケ場所は3階からだっけ。とりあえず階段を探そうか。かたくなに1階2階は探索しないのね。階段があるとしたらあっちの方かな。ホテルだからエレベーターとか出そうか。電気通ってないや。そうそう、難しいよ。まあ階段で上がってった方が動画の尺も稼げてちょうどいいでしょ。あずさ、私階段でこける演技するから下から撮影してくれない。わ、こういう裏側は見たくない。そんな素材使える？見えちゃわない？そこは見えないようにギリギリを狙ってよ。まあ少しはサービスシーン作らなきゃね。だからそんな格好してんのか。まあ奈々ちゃんはわかるけど、他の二人もスカートだもんね。廃墟探索に行く服装じゃないよね。あ、見えた。奈々ちゃんアピールだよ。見えた。本当に動画への熱意だけは本物ね、奈々は。だけって何よ。でも当然よ。それでこそストリーマーってもんでしょ。二人とも仲いいな。ん？今あっちで何か光ったような。なるほど。あ、単独行動はやめた方がいいよ。お、豚さん。ショーケース？何か飾ってるのかな。ここからだと中がよく見えないけど、人形かな。もう結構見えるけどね。結構大きいような。ねえ、ナナちゃん、アズサちゃん、こっちに何か。いねー。二人とも行っちゃった。早すぎ？いくらなんでも普通声かけていくよね。戻ってくればまだ追いつけるよね。ミオちゃん意外と冷静だね。素材は多い方がいいもんね。うん、しっかりしてんな。キャラクターの基本操作、 ZL でライトのオンオフで、 R でライト操作、 L で移動か。了解です。今動かしてないけどね。あ、操作か、これも。はい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 。なるほどなるほど。これで調べていくと、ハテナマークが出るんですね。了解です。こんな感じと。うん、蛍光灯が天井からぶら下がっている。そのまんまだな。光ってるね。電話ボックス、これは特に調べられないと。いくつかのパネルが取り付けられている。これで入室する部屋を決めていたらしい。あ、ラブホあるあるですね。なるほど。で、これは、あ、すいません、ちょっとこれだけ。ん？こうか。以前はホテルの受付だったようだ。なるほど、特に何もなさそうですね。電気は通っていないようだ。で、この豚さんか。
レック、うわぁ、怖えなぁ。君の人形、いや、着ぐるみ？よく冷静でいられるよね。ホテルのマスコットかな。あ、そういえばテーマパークがどうのって言ってたし、そこのマスコットキャラクターとか豚なんだろうけど、汚れすぎてて元がどんなか全然わからないや。なんかキーから始まる島シリーズの漫画みたいですね。この着ぐるみ、こっちを見てるような。こっちを見る以前に顔の周りが汚れてる方を突っ込まない？早く二人のところに戻ろう。そうしよう。お、怖いね。いてくれるといいんだけど。って、あれ、着ぐるみの足元何か落ちてる。これはこのホテルのマップ？お、大事ですね、それは。廃墟だし、出口がわからなくなると困るから、念のため撮影しておこうかな。現代だね。持っていくっていう考えはないんだね。獲得したアイテムはいつでも確認できます。X を押すんだね。ほう、これで見ると。で、これは違うのか。これか。はい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 。1階はこんな感じと。今はエントランスだから左下ぐらいかな。なるほど。で、メモ。まあまだ何も拾ってないんでね。何もないですね。さて、探索に戻りましょう。あ、すいません。ボディバランスいい感じだね。さて、ん？二人とももういない。真っ暗で何も見えないし、声も聞こえないから、もう上に行っちゃったのかな。一人は怖いよね、女の子だし。さすがにこの暗い中で一人取り残されると、う、こ、怖い。大丈夫、一緒についてるから。どうなるくらいなら、ナナちゃんが企画を持ってきた時に断っておけばよかったかな。まあそういうのもね、時には大事ですからね。とにかく今は二人を追いかけよう。確か最初のロケ場所は3階だったはず。びっくりするわ。びっくりするわ、いきなり。どうして電話が？すごいな、ミオちゃん。普通悲鳴あげそうだけどね。もしもし。しもしも？あ、これがセーブポイントなんだ。よし、セーブ OK なんで、続きやっていきましょう。1階廊下。自販機。まあ、時代によってだいぶ変わるからね。鏡怖いよね、これ。特に調べられないと。特に何も、反応があるな。どこだ、これか。怖いよ。改装は途中までしてたってことなのかな。劣化が激しく、天井に大きな穴が開いてしまっている。それだけか。おお、お、あずさちゃん。私がいないことに気づいてかけてきてくれたのかな。優しいな。もしもし、あずさちゃん。ミオ、よかった、つながった。なんかめっちゃ焦ってますね。ミオ、今どこ？1階の廊下だよ。
ごめんね、二人から勝手に離れちゃって。まあ声かけなかった二人も悪いからね。今二階に向かってるところだよ。そうなの？よかった。ん？あ、そうだ、一階で気になるものを見つけたんだ。なんだか不気味な着ぐるみでね。怖いよね。ちょっとミオやめてよ。めっちゃビビってんじゃん。どうしたの、あずさちゃん。さっきから変だよ。何かあったな。動けなくなっちゃったの。やっぱり怖がりだったんだ。怪我しちゃった？そうじゃなくて、足がすくんで。もしかして本当に幽霊が？違うの、そうじゃなくて、ナナがどんどん進んでいくから。それだけだったら別にそこまでかな。あ、置いてかれたパターンか。うさちゃん怖がりだったんだね。電話はナナちゃんにかけた？かけたんだけど出なくて。それ一番ダメだよ。あずさちゃん、どうしたんだい？ごめん、なんでもない、ちょっと虫がいただけ。そうか、怖いよね。そっか、あずさちゃん2階のどのあたり？わからないけど、多分まだ廊下だと思う。わかった、とりあえず向かうから、あずさちゃんは動かないでそこでじっと。こういうところでじっとって逆に危ないからね。なんだ？怖っ、電気通ってないはずなのに。今いたね。あずさちゃん、ねえ、ミオって今誰かと一緒にいるの？ううん、私一人。じゃあ今一瞬明かりがついた時に後ろにいたのは誰？一気に怖くなってきたね。いない、いない。 ほら、誰もいないって。でも、今確かにいる。やっぱり何かいるって。落ち着いて、あずさちゃん。怖いよね、これ。おお、こっち見てる、こっち見てる。怖い怖い怖い。あずさちゃんの表情よ。ミオちゃんより怖がってるじゃん。いや、ほんと鬼畜島じゃん。着ぐるみから逃げよう。シンプルだな。わあ、怖い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 。来るな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 。なんだこれ。こっちか。おっと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 、ここか。どこ行けばいいんだ、どこ行けばいいんだ、どこ行けばいい。扉の鍵が開いている、ここか。よし。で、ほう、この中になら隠れられそうだ。隠れろ。いや、もう見つかってるだろそれ。ワオ、サービスショット、ミオちゃんのサービスショット。絶対バレてたろ。ミオちゃんはピンクが好きなんだね。さて、もういいかな。ふう。いた。怖かったね。電話は切れてる。何だったの今の。着ぐるみだよね。なんで？どうして？意外と冷静だよね、ミオちゃん。とにかく早くあずさちゃんと合流しないと。ああ、やっと始まったって感じ。さっきの着ぐるみがいませんように。閉まってるパターンかな。あれ、明か
やっぱり鍵がかかってる。ホラーゲームではよくあることだよね。そんな嘘でしょ。さっき私このドアから入ってきたのに。他に出口はないよね。オートロックなのかな。一部屋に何個もあるわけないし、鍵は何これ。緑色のカバーがついてて開けられない。緑色のカバー。何かこれを外せるものがあれば。ハサミってこと。さあそしたら探索に戻りましょう。もう一回見とく。サービスショット。さあ行きましょう。これ YouTube に上げて怒られないのかな。さてここは排水口。何かが入っている。しかし素手では蓋を外すことはできなそうだ。まあこのタイプはちょっと難しいよね。うん、特に何もなさそう。ここは調べられない。ドライヤーとかあるけど。おお、びくしゃ。ホラーゲームあるあるだけど。父の手記、娘の様子を手に入れた。娘の様子があの日からおかしい。気がつくと何もないところを眺めながら楽しそうに話している。おっと、突然こちらを振り返り、見たこともない顔で笑いかけてくることもある。やっぱり原因はあの日。ここから後の文字は途切れて読めない。ああ、娘さんの方もおかしくなってたんだ。ああ、なんか雰囲気ある扉ですね。お？ハンガー。ああ、これでさっきの排水口を開けろってことなのかな。他には、あ、ハサミ。ハサミがある。しばさみ。こっちの方は調べられないと。キー、ここは調べられないのか。ほう、まあこんなところか。っていうかさっきの豚さんどっから出たの。ん、は？親子のファンタジーランドの写真を手に入れた。あの風船さっきの豚さんじゃん。顔の部分がはっきりと見えないが、おそらく父と娘の写真だ。下に2006年6月4日ファンタジーランドに行ってと書かれている。なるほど。ということは従業員ではないってことか。でも従業員って言ってたもんね。ちょっと見てみましょうか。ちょっと見れなかったんでね、そのまま進んでいきたいと思います。ここだね。でここでこれかな。ハンガーを使ってん？ちっちゃ。ハンガーちっちゃ。まあこれをかけて。それで開くんかな。試したことないからわかんないけど。おっと、今髪の毛みたいなのが見えたぞ。みおちゃーん、わお、丸見え。触手ならぬ触毛。触毛はなんか変だな。触毛の方がいいか。触毛でいっか。この手のジャンルが好きな人にはたまらないでしょうね、これ。これでハサミを使うんだな。よし、ハサミを持たしてあげて。髪の毛を切れそうだ。なるほど。じゃあまずはこの首の髪の毛から。なんでだよ。
触ってるのは私じゃないよ、髪の毛だよ。これはやらしい。ミオちゃん、いいもの持ってますね。さて、そろそろ助けてあげないと。お、切れた切れた。おっと、その揺らし方は。髪の毛を切った。しかし、まだ逃げ出せそうにない。じゃあ、ここのお腹の毛を。え、ここは違うの？そこは触ってないよ。腕触っただけじゃん。そしたらここの毛かな。うん？違うんかい。どうにかできそうにはない。なるほど。ちゃんと触れと。あともう少しで逃げ出せそうだ。そしたらこの辺かな。お、切れましたね。いやー、恐ろしかったですね。でも普通ああいう系の髪の毛って切れなさそうなもんだけどね。一体何なのこのホテル。まあラブホですからね。こういうのも一つのプレイなのかな。怖っ。髪の毛があってその中にドライバーがあるって余計怖いよね。プラスドライバーを手に入れた。髪の毛は調べても何もない。うん、じゃあ戻りましょうか。いやー、ミオちゃん怖かったね。いろんな意味で。ちょっと落ち着きましょう。で、ここに来て。あー、ちゃんとプラスについてますね。ではプラスドライバーを使いまして、一気に外した。ちゃんとついてはいたんだ。よかった。やっと出れた。ね。さっきの着ぐるみはもういないよね。よかった。これなら2階のどこかにいるはずのあずさちゃんを探すことができそう。さて、じゃあ探索行きましょうかね。でも、あずさちゃん、どこに行ったのかな。見たところ、部屋がいくつもあるみたいだし、電話で確認するしかないか。ミオ？本当にミオ？大丈夫なの？無事なの？あずさちゃん？うん、なんとか逃げ切れたみたい。あずさちゃんは大丈夫？なんで追われた立場のミオちゃんが冷静で、追われてないあずさちゃんの方がビビってんだよ。大丈夫じゃないよ。なんなのよさっきの。それはミオちゃんのセリフだよ。もう無理だよこんなところ。いやー、ギャップがすごい。あの化け物はどこ行ったの？それってまだどこかうろついてるかもしれないってこと？もういや。大丈夫だよ。ナナちゃんとはあれからも連絡は取れない？出ない。何度も電話してるんだよ。そっか。とりあえずこのまま3人バラバラなのは良くないよね。私たちだけでも早く合流しよう。私今2階にいるんだけど、あずさちゃん今どこにいる？わかんない。さっきは廊下っぽいところにいたんだけど、ミオの後ろに何か映った時怖くなって近くの部屋に入っちゃった。近くの部屋ってことは3階に上がったりはしてないよね。うん、よかった。今着ぐるみはいないみたいだし、ちょっとだけ扉開けてみてくれないかな。お願い、あずさちゃん、目印が欲しいの。少しドアを開けてくれるだけでいいから。わかった。
でもすぐに見つけてね。うん、任せて。あれ、あずさちゃん。嘘でしょ。なんでよ。全部の部屋オートロックなの？いや、気づかれちゃうよ、豚に。あずさちゃん、落ち着いて。どうしたの？開かないの。なんで？入ってきたドアが押しても引いても開かないのよ。さっきミオちゃんもそうだったよ。さすがに出れないだけではそれはないでしょう。大丈夫だから、落ち着いて、あずさちゃん。なのに連絡つかないのも、もしかして。やばいやばい、目が完全にいっちゃってる。あずさちゃん。よかったよかった。うん、こっちこそ大声出してごめんなさい。そうだ、ドアに鍵はついてない？鍵？うん、鍵なんてかかってんの？なんで今一瞬首元チラってなったの？ノブは回るんだけど、押しても引いてもビクともしない。なんで今一瞬喉元アップしたんだ？そっか、入り口を何かに塞がれているのかな。ということはそれが逆に目印になるかも。そういえばどうかした？私、さっき電話してた時、階段の方から誰か来ないかなって見える位置で待ってたんだ。驚いてそのまま壁際すぐの部屋に入ったから。角部屋、ここ2階の角部屋だと。素晴らしい、いい情報提供だ。わかった、すぐに行くから絶対そこで動かないで待っててね。なるほど。はい、ということで、あずさちゃんのね、救出に行きたいんですけども、お時間もいいところなんで、今回はここまでにしたいと思います。また次回はね、ここから続きやっていきたいと思います。いやー、いろんな意味で恐ろしいゲームですね。でも、しっかりとした作りでね、なかなかいいゲームだと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。